ついにその日はやってきました。1978年ソビエト大会で銀メダルを取った日本、その時以来実に32年ぶりとなる日本はメダルに大きく近づいてきました。今日韓国との対決、勝てばベスト4進出です。ここまで2敗できた韓国。長年にわたる日本バレー界の夢を現実のものとすることはできるのでしょうか。いよいよベスト4入りをかけて日本と韓国が戦います。鍵を握るのは得点ランキングでもしのぎを削る2人のエース。100年に1人の逸材キム・ヨンギョン、そして日本のエース木村沙織。宿命のライバル対決日韓戦、勝負の行方は2人の肩にかかっています。さあ竹下上げてバックから打つ、木村沙織のバックアタック。韓国ナムジヨンが拾った、バックからキム・ヨンギョン、バックアタック、キム・ヨンギョン。木村が打てばキム・ヨンギョンも。国を背負った2人のエース、プライドをかけた戦いは序盤から激しく火花を散らします。決まった、ナイスレシーブ、日本木村沙織決まった。勝てばベスト4、メダルへ王手がかかる日本。エース木村がチームを牽引し第1セットを奪います。続く第2セット、韓国のサーブレシーブはやや浅めの体形を敷いています。木村は奥を狙った、コートの端から端へ。さあセットポイントの日本、キム・ヨンギョン上から打った。突き放したい日本、韓国も諦めない。ネックした、そしてエバタを締めました。32年ぶりのメダル獲得へ勢いはさらに加速し、第2セットも連取します。このまま押し切りたい日本、運命の第3セット。キム・ヨンギョン、ストレートコース拾いました。ストレートをよく山口が拾って、エバタブロックアウト、大きなトスをキム・ヨンギョンへ、ブロックだ。キム・ヨンギョンをついに止めた。キム・ヨンギョンを完全に封じた日本、悲願達成、宿命のライバルを完全に凌駕します。そして迎えたマッチポイント。
外した、前方攻撃、山本、3対0、韓国を破って、日本、28年ぶり、ベスト4進出です。夢は叶えるためのもの、それはもちろん32年ぶりのメダル獲得です。そうですね、今日しっかり勝てたことが本当に良かったですけど、やっぱり目標はメダルなので、しっかりあと一つ二つしっかり勝てるようにもう一回みんなでまとまって頑張りたいと思います。ぜひやっぱり明日は当然この勢いを持って、まあ、ロシア強いと思いますけども勝ちたいですね。